ケン・ケネディによるボディスラム。ボディスラムはプロレスで用いられる投げ技の一種である。日本名は抱え投げ。自分の利き手を相手の股間から差し入れるようにして体もしくはタイツを掴み、もう片手は相手の肩口や首元を掴むようにする。この状態から利き手側を上げて相手をひっくり返すようにして抱え上げて前方へと投げ落として相手を背面から落とす。 プロレスにおける基本的な技の一つである。ただ、技をかける側の技術が未熟な場合は、かけた相手を受け身が取れない角度で頭から落としてしまう可能性があるため、それなりに危険性のつきまとう技である。事実、スタン・ホン戦は、ブルーノ・サン・マルチノに対して、この技を使用した際に急角度で落下させたことにより首を骨折させてしまった。現在では、 ボディスラブで試合の勝敗が決するようなことはなく、試合の中でのつなぎに用いる技という位置づけになっているが、1960年代までは試合の勝敗を決める技となりうる技であった。また、投げるのが難しいとされる巨漢レスラーをこの技で投げることで、投げた側のレスラーとしての名声が高まることもあった。 アンドレザ・ジャイアントは超巨漢であるため投げることが最も困難なレスラーの一人だったが、アントニオ・イノキ、スタン・ハンセン、ハルク・ホーガン、ローラン・ボック、ハーリー・レース、ブラック・ジャック・マリガン、超集力、カネックなどがボディスラムを成功させている。相手をボディスラムで投げれば勝ちという試合形式のことをボディスラムマッチと呼ぶ。巨漢レスラーが対象になることが多い。 ありがとうございます。